4月19日、名琴ひとみが韓国 Mnet の新サバイバル番組クイーンダムパズルに出演するのではないかと報道されました。現在 AKB48 のセンターを務める本田ひとみと HKT48 を卒業し女優として活動を始めた矢吹奈子の2人がサバイバル番組を通じて再デビューに挑戦するのではないかと話題になっています。今回は再デビューを報道した芸能関係者の声と制作する Mnet 側の声、ファンたちの実際の声を紹介していきます。よじゃおた調べではよじゃグループに関する誰よりも詳しい情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。人気番組であるクインダムの新シーズンとして2023年にクインダムパズルが放映されることが決定しました。クインダムシリーズは2019年に始まり、シーズン1のクインダムではママムやアイドルなどの人気と実力の備えたガールズグループ6組が K-POP 界のクイーンの座をかけて真剣勝負しました。また2022年にはシーズン2も放送され、ケプラーや今月の少女などが戦いましたよね。クインダムパズルとは現在のガールグループメンバーをパズルのように組み合わせて最強のグローバルプロジェクトガールグループを完成するというコンセプトのサバイバル番組の予定です。そんな中、元アイズワンのひとみとなこがこの番組に参加し再デビューを果たすのではないかと韓国の芸能関係者が報道しました。ひとみとなこはグループではなく個人として再デビューの座をめぐるサバイバルに参加するといいます。2人は2018年 AKB グループのメンバーとして Mnet の日韓サバイバル番組であるプロデュース48に出演しました。なこは持ち前の小さくて可愛らしいスタイルと天使のような歌声で番組内を驚かせ、ひとみは可愛いほっぺたが特徴ですが、ダンスの習得の速さやダンスの上手さが評価されました。そして見事100人のうちデビューができる12人の中に選ばれました。そして2年6ヶ月の期間限定グループであるアイズワンメンバーとして活動しました。アイズワンは韓国でヒットし、活動終了の中止を求めてクラウドファンディングで約3億円をも集めたほどでした。そしてアイズワンの活動後は、ナコは HKT48 を活動後卒業、女優として活動をしています。ひとみは現在 AKB のセンターとして活躍しています。このような状況から、2人のファンからは賛否両論あるようで。これはやばい。本当だったら、ひーなこ帰ってくるのかな。せっかく韓国で人気あるし、まだ21歳だし韓国で再デビューの方がいいんじゃない、全力でデビューまで導きたい、ミズワンは未だ健在だしね、とデビューを応援する声もありますが、もしそうだとしたらひとみは AKB を卒業してないけどどうするの。なこちゃんは女優を目指すって言ってたよね、本人が決めたなら応援するけど、なこはもうアイドルはやらないって言ってたからその説はないんじゃない、と出演を疑う声もありました。 Mnet 制作陣はみんながびっくりする参加アーティストを5月中に公表しますと期待感を高めるコメントをしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。5月にラインナップが発表される際に、なことひとみの名前が載るのか楽しみですね。2人が決めた道を応援したいです。よじゃおた調べではよじゃグループに関する誰よりも詳しい情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。